菊池武司法は、戦国時代の武将。肥後菊池氏の第25代当主。菊間氏出身で、菊間岳康の子。関東は、肥後守る。肥後国の武将、菊間岳康の子として、肥後国菊間郡本山次郎に生まれた。幼名を、宮松丸。菊間氏は、菊池氏の第12代当主無事の子。竹清の次男、竹元が、菊間軍を領して、 たくま別当太郎と称したのを外する菊池氏の文家の一つである。若き当主、菊池正隆の相続により、宗家の菊池氏が内紛に揺らぐと、文護国の大友氏は、肥後国への勢力拡大のため阿蘇氏と連合し、正隆を拝着して阿蘇これ永を第24代当主に据えた。ところが、永正八年に武器が国人衆や菊池家中の重心と対立して、 身の危険を感じて、ワイフ城から出奔すると、文家の宅馬武士法が、重臣の熊部地下士士、長野運定、内魂が10歳の3名に報じられ、宗家を継ぎ日ごしごとなった。しかし、勢力は振るわず家臣の一部が従ったに過ぎなかった。この頃、大友氏でも代替わりがあり、永生12年に、吉明が家督を継ぐが、先代の陰性のような状態が続いていた。 過去に、大友氏は相続で内紛が長引いた歴史がある中、家中では、若き義明の相続への不満が高まり、さらに、義明の弟、菊宝志丸を擁立しようとする勢力もあったため、義明と、その後援者は、菊宝志丸を菊池氏にいる継ぐさせて、日後に勢力を伸ばすと同時に、宗家の安泰も図ろうとした。大友宗家の家督に未練がある菊宝志丸は、菊池氏の家督は、 望んでいなかったが、英雄15年に議長が死して吉明が独り立ちすると、これを断れるような情勢ではなくなった。英雄17年、大友氏の圧力を受けた菊地下診断によって、武法は暗愚であるという理由を言うように仕向けられて、放逐され、厳服した菊法師丸である大友重春を当主として、Y 浮城に迎え入れた。重春は、 菊池義宗と少子大二十六大党首となった。大英三年、武法は、旧進と共に、玉名軍に落ち延びていたが、筒が、岩木で挙兵し、依然として、菊池氏党首であると主張した。当時、大友氏と同盟関係にあった、阿蘇信とは、海能や戦を派遣して、これを打たしめ、大友は阿蘇連合軍に攻められた。武法は打ち破られ、非全国高きへ逃れた。天文元年、 同地で病死。法名は総額大古児。これにより、菊池本家の血を引く一族は断絶した。ありがとうございます。